ちょっと違うかなって、ちょっと嬉しすぎす。普段こういう動画やんないんですけど、最近ちょっとストレス溜まってるんで、すいません。え、取れてたのかな？雇ってないわ。終わってる。終わってる。まあいいか。動画撮ってたのに。今こちらの方もう一回やり直さないで。こっちは、トリートメントカットをこの、ダイバルタの7インチの R シザーでちょっと切っていって、だいぶこのぐらい収まったんですよね。だいぶシュッとしてね、手触り違いますよね。でこっちもこっちはガガガって引っかかってる感じなんで、今度こっちをちょっとで、こちらもやっていきたいと思います。でコンベックスコンケープっていうのをうまく使っていきます。でなぜ使うかっていうのはちょっともう一回説明しますけど、ちょっと動画撮れなかったので、今ガシガシしてるんで、まずここをやっていくんですけど、束が逃げていくような感じにするとパサパサしちゃうんですよね。なんでこの束が真ん中に収まっていく、中心に収まるようにするには、コンベックス状に切ることによって、そうすると端っこの毛が真ん中に寄ってくれるんですよ。わかりますかね。そうするとハサミをコンベックスにこうやる。これが普通のストレートシザーで切っちゃうとパツ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 ってなっちゃうので、つながりが悪いんで粗いヤスリでこすってる感じになるんですよね。なので細かいヤスリでこう削ってるっていう、綺麗にこうツヤを出すっていうかな、そういうヤスリをやってるようなイメージにちょっとしたいので、丸いイメージをこう R 状に作っていきたいですね。なのでじゃあこの束を今バサーってなってますけど、やっていく場合はコンベックス状態にハサミを入れてってるんですけど、こうすることによってどういうことがミリ単位で生まれるかっていうと、端っこの毛が真ん中に寄ろうとしてくるんですね。端っこと端っこの毛が寄ってくれるっていうことは、跳ねづらいとか収まりがより良くなるって感じなので、なんとなくこうやってみんなバババってやって、ストレートシザーでやってるんですけど、それだとまあ枝毛はなんとなく取れますけど、あんまりつながりが良くなくて綺麗じゃないという感じなので、今度コンケープを入れたいと思います。っていうことは、この毛をさらに収めるためにはコンケープが必要なんですね。っていうことは、これをサイドチェンジっていうのをして、今度こっちの刃でえぐる方で取っていきます。まあ、普段この束ごとにはやんないんで、ちょっと今分かりやすく説明するとしたら、そうすることによってより中心にこの毛束が集まるようになるわけですね。わかりますかね。こうすることによって、この毛束ちゃんはシュッてこう束で収まる。お、ありがとうございます。こういう束で収まるんですね、こういうふうに。ということで、中は表面はコンベックス、中はコンケープっていう形で束を作っていくことによって、束束束の動きがあるスタイルっていうのが、こうフリルのような感じに動いてくれる感じなんです。ただこれが普通のストレートシザーで切ってしまうとフリルにならないで、パツパツパツって枝毛をただ取ってる作業だけになっちゃうんですね。なのでこのフリル感をいかに作っていくかっていうのは、風になびいた時に毛が動くとか、ただ収めるだけじゃなくて、そういうふうな動きのデザインっていうのもハサミで作っていくっていうのが大切だと思いますね。なので彼女の場合結構広がっちゃうので、まあ、これでやってったらちょっと時間がかかるので、縦に入れていきます。縦にコームをロックして、このままですね、このまま縦の幅で切っていきます。この時はやっぱり7インチぐらいの刃がないとちょっとできづらい、やりづらいというか、逆にバツってここを切っちゃう可能性があるんですよ。こういうふうに怖いですよね。なのでこの加工自体はこういうふうにオリジナル加工にしてるっていうような感じですね。多分どこを探しても多分これないと思うんですね。別に売りたいから言ってるわけじゃなくて、なんかこう面白いことを共有できたらいいかなって思ってるだけなので、別にこれ今しかもソールドアウトの状態なんで売ってないんですよね。なので売りたいんじゃなくて、なんか面白いことを美容師さんと共有できたらいいかなっていうふうに思ってます。まあ、前面取るときはこういう感じでちょっと取っていきます。こっちの方が営業的には僕はこうしてますね。時間がやっぱり早いん でそれから束ごとにちょっと詰めていくような感じです。7インチないとこの幅が、縦にスライス取った時の幅が
危なくてパツっていっちゃうんですよね、6インチとかだと。だいぶちょっとパサパサしてたのが取れてきたと思います。でだいぶ取れてきたら、まあ、今度裏面ですね、サイドチェンジをしていきます。でサイドチェンジの、サイドチェンジは今度コンケープですね、エフの方でハサミがコンケープの方で入れていきます。こっちですね、コンケープで入れていきます。はい、サイドチェンジすると結構出てくるんで、多分彼女の場合は中の毛が結構あの枝毛になってるんで、そこが結構今引っかかる原因なのかなって。中ですよね、中側結構すごくないですか。そうね、中の方がやっぱり結構出てるんで、ここをコンケープで取ることによって下ろした時に収まるっていうような感じになります。この時ね、結構危ないのが表面切っちゃったりとかするんで、やっぱりある程度のインチ数のものじゃないと危ないですね。あと直線はちょっと使えないんで、皆さんアルバを使った方がいいんで、アルバを使ってください。切ったやつが結構この硬く、もう一回言いますけど硬くなってるんで、これは熱処理とかしてもう炭化しちゃったやつ、例えばパンだったらこの辺はねまだ食パンの状態ですけど、毛先はもう焦げちゃってるパンみたいな感じなんで、ガサガサして硬くなるんですよ。で一回焦げちゃったパンって柔らかくならないんで、ちょっと折り曲げたらバリバリバリって言っちゃうと思うんですね。それと一緒でそういう風になっちゃうともうどうもできないんですよね、トリートメントしても無理なんですよ。だから焦げたパンに例えばマーガリン塗っても柔らかくならないし、パリッとなるものはパリッとなっちゃうんですよね。なのでそれと一緒で一回こう硬くなったのはもう切るしかないですよ、トリートメントしても絶対無理なのっていうことです。ですよね、焦げたパンにバター塗っても食べますか。焦げたパン食べないの食べないで、ここからはある程度形になってきた、形になったら今度はタバーで親指を上にした状態ですね。親指がつむじを向かってる状態で、この状態です。常につむじに向かう感じです、親指が。この状態で、コンベックス状に R シーザーを入れていきます。親指はつむじ向いてです。常にこのつむじを意識して切ることによって左右切った時のバランスが崩れないんですね。そうすると中心に毛が集まるか、こういうフリルする束感ができます。でトリートメントのメニューとしてもこれできると思うんで、で彼女は毛先がちょっとなんかバラバラなんで、あまり切りたくないということなんで、ちょっと揃えるぐらいですかね。でショーバルタンの R シーザーでカットします。あ、治った、通りまして。治りましたよね、はい、結構違いますよね。違います。そぎも入れてないし、だ全部このこれちょっと触ってみてください。これが全部スチールウールみたくなってるこれ要はパンが焦げた状態ってことですね、うん、誰もどうもないや、どうしようもないやつはこういうふうに切っていくっていうことになります、はい、これでなんか柔らかくなった感じじゃないですか、毛が。はい、します。ちょっとしますよね、はい、柔らかくなりましたね。でこういう感じにちょっと変えていくっていうのがいいと思います。だからそこは伸ばしててもしょうがないですよね、うん、はい、はい、だそこはもう絶対切った方がいいです。前髪ってもうあんま増やさない方がいいな。いや、どっちでもいいんですけど、ここで絶対分かれちゃうんですよ、生え癖で。あ、じゃあ上のやつ使えば、上のやつ使えばって分かんないああ、ちょうどいいかもしれない。そしたらじゃあこれは彼女の、悩みはここですね。ここがこういうちょっと大げさに言うとこういう癖があると。で、ここがこう分かれちゃう。で、ここがこうなっちゃうんですよ。この場合前髪作っても、今までじゃこういう風になって前髪が無理やり流せないですよね、これがね、はい、これがこっちになんないんだよね、こうなっちゃうんですよね、はい、だから作ってもなんか微妙な感じになっちゃうから、じゃあどうするかって言ったら、まあこの上の毛を前髪にします。ちょっとやってみますね。やってみますねっていいの、はい、勝手に俺やってるけど
で、R2 セニング使うと超簡単にハサミ、前髪が切れるんで R2 セニングを使います。こちらです。これブラントカット用なんですけど、まず、分け目があるところをちょっと取って、ここでまず中のラインを切りますね。で、この時に引っ張っちゃうとこの癖が死んじゃうので絶対引っ張らないようにして挟むだけで切ります。なので挟むだけってどういうことかっていうと、もうここでロックするだけですね。ここで切ります。絶対癖は殺しちゃダメなので癖を生かして切ります。ここで切ります。で、アルツスイングはラインをぼかしながらベース、あのブラントカットできるので前髪とかにはすごい最適です。これが目に入らない感じになります。そして、この横のラインじゃこれどうするのかなっていう、これ困る時ないですか、ここ切った方がいいのかなとか。うん、だから次こっちに流してて、これは切ってもいいのか。じゃあここはちょっとつなげて、こことつなげて切ります。前髪のラインと中をつなげていきます。こうですね。で、ちょっとここの、ショーバルタンに指を突っ込んでこう切る方法があって、こうですね、指をここに突っ込んで切る、ここがちょっとこういう風に切る方法もあります。ノーテンションで切ります。なんか複雑なカット方法とか、別にあのディスるわけじゃないですけど、いろいろあるんですけど、なんか逆に難しくしてる気がして、もっとシンプルで簡単でいいのかなと思うんですけど、めっちゃ逆に難しい理論とかあったりするんで、時代はだんだんなんか便利になってってるのに、理論がすごくなんか遠回りになってるかなって僕はすごく思って、そこを変えていきたいなっていうのがちょっとあります。で、前髪のこんな感じでここの癖がありますよね。この癖を取ります。もう美容師さんなら分かると思うんですけど、ここに縦長の三角形を作るんですけど、あんまりこの横を取りすぎるとこっちに落ちてここに短い毛がバツッとできてしまうので、ちょっと振り、なんていうんだろうな、三角テントみたいな感じのイメージですね。この時も自然な状態で撮った方がいいんで、あんまりガチガチにやんない方がいいですね。自然にこうやりながらやった方がいいので、はい、でノーテンションでこの位置を切っていくと。で、このここの穴を埋める感じですね。ちょっとやってみます。ここもノーテンションで R2 セニングでカットしますね。で、 R2 セニングでカットします。そうすれば前髪の癖がちょっと分からなくなったかなと思うんですけど、こんな感じで、だって至ってもシンプルなんで、見た目的にはすごくシンプルすぎるんで、なんかあれって感じですけど、意外と奥が深くて、本当になんでなんか難しく、その、なんていうんでしょうね、ベーシックとか難しく考えるのかなっていうのがすごい思ってて、もっとカットも時代、スマホとかが便利になってるように、もっとカットも便利になったらいいかなって思うんですけど、時代と逆行してるのがすごい気になるんですよね。なんかあんまり昔から変わってないというか、昭和の延長線の感じしかなくて、カットに関してはなんですけど、結構まあ、これちょっと若干ディスりますけど、ディスコでめっちゃ入れてるカット技法とかもまあありますけど、ディスコネクションめっちゃ入れても結構繋がんないんで、伸びてきた時やりづらいですから絶対。なので穴開けるのはいいですけど、そこは穴を開けないとそのデザインを作れないんだったら、それはちょっと違うのかなって気がするんですよね。もうちょっと繋がり回りながら削るところは削ってとかっていうのをできると思うんで、そういう、なんていうかね、発想が硬いっていうか、その穴を開けるんじゃなくて、もっと柔らかい感覚、発想でこうデザインを作ってた方が、お客さんも持ちが絶対いいので、短いところをバツってこう中をね、えぐるような感じで、
切っちゃうとちょっとあれって感じになっちゃうんですね。あとくせ毛だからってよく多いんですけど、くせ毛カットでめっちゃ短くしちゃう人とか、くせ毛カットかなと思っちゃうんですけど、結局長いスタイルもくせ毛カットでちゃんと作れないとくせ毛カットじゃないなっていうふうにも思うんですよね。なんでくせ毛だから短く切るんじゃなくて、くせ毛だったら長いスタイルも作れる感じにしていかないとちょっと違うかなって、ちょっと理想すぎですね。普段こういう動画やんないんですけど、最近ちょっとストレス溜まってるんですよ。前髪っていつも長めなんですか？ちょっと長めにしたアイロンで。あ、なんか。なるほどですね。ちょっと丸くしていいですか、はい、これで前髪が、まあなんとなくなんですけど、前髪のこの最初のこの癖を隠れたかなと思うんですね。これで、多分この明日からは普通にできるはずです。はい。はい、めっちゃ長いです。ちょっと全体がバラバラなのでちょっとつなげていきます。あ、こっちめっちゃ長い。なんでなんでしょうなんででしょうかここは超長いです。よし、こんな感じですね。はい、今日はこんな感じです。撮影が終わりました。で、ワンプロセスで 3D カラー、オンカラーをワンプロセスでやるという感じです。で、ブリッジは使わないでやってみました。で、これから色落ちとかいろいろ楽しみかなと思います。あと、結構枝毛が多かったので、枝毛を除去するのにトリートメントカットをしてみました。で、だいぶ明日から手触りがいいかなと思うので、トリートメントをやっても結局引っかかったりとか3日ぐらいするとしちゃうので、やっぱりカットでやらないとダメな部分はダメかなと思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。